めての置き換えっていうのと、はい、竹とあとこれ買うんですよ、はい、塩ビパイプ1/2、それと水道のなんかやつね、それとクレー556ね、はい、そうそう、それ見せて、そこにいろいろ買えるの、こんだけ、はい、こんだけ買いに行かなかった、こんだけね、さあうまく買い物ができるでしょうか、よろしく、30分です。この辺で竹売ってるとこ知りませんか、あり聞いて、バンブー欲しい、マウバンブー、どこに売ってる、やりてんバンブーペトン、パンジャンブラパ4メートル、besarnya 9cm、9 cm maksudnya 9 cm lingkarannya Pak. Lingkaran 9 cm di muncuknya artinya ya. Ini sih bongkol. Bongkol. Bujang cemi lagi. Ya ya. Nah, enggak ada dulu. Agak kecil. Agak kecil. Pakai apa itu? Mau pakai enggak tahu dia pakai apa itu. Oh, banyaknya? 30. 30 batang. Batang. Di sana ada. Aduh, tapi tenaganya belum ngepas ya. Kapan mau diambil?とりあえずパパイヤいただきましてありがとうございます。はい、行きましょう、竹発見いたしました、これでございます。曲がっておりますね、これね、なるほど、ちょっと竹がね太いんで、はい、移動ということで、今はちょっとちっちゃい細いやつを探しに行っております。15センチぐらいありました、今15センチぐらい、この辺にありますか、細いやつが、これですよ、細い竹、うん、ねえ、どうですかね、これね、うん、ちょっと考えましょう、はい、はい、とりあえずここに何本かあるんで、これを切って帰りましょう、はい、1本15メーターございます、15から16メーターぐらいあるんかな、で1本1000円っていうんで、はい、5メーターずつ切ってとりあえず積んでいきましょう。でここは太いけど、こうだんだん細くなっていくから、寸法のところで、寸法のやつを使うと、で向こうは細いけど、細いのは細いので使い道がある、あるから、とりあえずもう1本1000円なんで、これ買っちゃいましょう、よろしく、はい、5メーターずつ切ってもらいます、はい、いいね、ありがとうございます。とりあえず、これ3本買いました、はい、3本を5メーター5メーター5メーターで割るから、サザンが9になります。あとは、切ってくれます。よろしくお願いします。サンキュー。とりあえずまっすぐなんだけね。おらーい。おらーい。おらーい。はい、途中経過。もうすぐお昼でございます。トイレの枠、ドアの枠ですね。ドア枠、ね。ドア枠がここまで来ましたよと。で昨日買った太い竹をここにはめ込みます、はい、はめ込みます、でこの扉が入ります、交互期待、はい、よろしく、はい、アリ君はと言いますと、この竹の処理でございます。竹をきれいに洗って、きれいにきれいに磨いていきますということですね、はい、よろしく、はい、you
竹の仕入れ、はい、バンブー、はい、2回目、2回目行きましょう、はい、よろしく。10本 OK、 積みましょう、積みましょう。これさあ、切りたてほやほやのバンブーでございます。切りたてほやほやでございます、ただいま10本切り終えました。あと20本でございます。頑張りましょう。これ見て、これ蛍光グリーン、すごい蛍光グリーン、鮮やかな蛍光グリーンですよ。で香りがいい、香りが竹の香りプンプン。これすごいよ、蛍光グリーン、綺麗、美しい。ラスト30本目でございます。30本買って、サービスもございます。あ、来ましたね。どんどんと竹、どんどんと来ております。はい、いい感じでございますよ、これ。わーい、ラストでございます。竹ラスト31本でございます。31本目、これで本日の竹の仕入れ終わりでございます。イエーイ。竹を30本買ってきました、はい、1本4万ルピー、はい、1本4万ルピー。ということは4万ルピーかける30本は4万ルピーかける30本、1万円。おーし、1万円20。おー、1万円2000。オッケー、1万2000円でございます。そうということです。はい、終わります。おほほ、煙出てるよ。おほほほ、煙突状態になってんね。煙突状態になってる。へー、きれいきれい。これでやっと1本やっと削ったと。でこれを30本買ってきてるから割る2やから60本これをしやなあかんことですね。これを60回、この作業を60回やらなあかんという、こういう体制になると。縦見ながらね、ほんまやね。まあまあやばい、このメガネが僕は分からない、見えない、水平が見えないという。これあ、結構細いかった。うん、ちょっと ね、まあまあでもいけんことね。でここに切り込みを入れることですね。切り込みを入れる、はい、なるほど。うわ、大変な作業これ60回やらなきゃっていう。60回です。この作業を60回やらなきゃということですよ、この大変な作業。そこで切っていくと、はい、あと高さ。ちょっと待ってください。はい。はい、でこのままずらしてください。はい。でドンと。ドン。その高さ。この高さ。これで、ま、回してください。はい。キュッ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 。こうですね。この高さ。この高さ。この高さ。キュッ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 。はい。こんな感じですね。どっちやと。これか。あれ、ちょっと上持ってくれへん。はい。ま、回すよ。はい。キュッ。こまそう、キュッキュッキュッ、この高さね、この高さで
切り込みを入れないといけないところですよ。でここにはまると、ここにはまる、これ60回やらなきゃという上もありますけど、上もあると、うん、2メーター40で切っております。ここを切っていくとカチッとはまるいうことだよね。ここでカチッとはまりたいって大事やね、ここがね、すごく、ね、すごく大事です。これがあれですね、直角水平切りガチですね。よだれ出ますよ直角水平切り、これですよ、直角水平切り。さあ直角水平切りです。これ割れるかな。さあこれ硬いよ。どっからいったろう。よっしゃ竹回るからね。さあ大詰めに差し掛かってまいりました。あ、効いた、あ、効いてる、あ、効いてる効いてる、だいぶダメージこれ負ってますよ。おー、あ、効いた、もう決まったね、これ。なるほど、直角入れるやつやね。そういうことですね。なるほど、直角に入れました、ただいま。あ、完璧、もうもろいわ。ははぁ、ね、昔これ皆さん持ってましたね、彫刻刀いうやつね、小学校の時に買わされてね。そういうことです彫刻刀ですよ、彫刻刀。美術の時間で買わされましたね、彫刻刀。買わされました、買わされました彫刻刀セット、はい、はぁ、来たさあどうでしょうか、 はまるでしょうか。バチバチや、来た、ここで雑は、あ、すごい、これが竹の家最初の一本です。細いやつを、なるほど、なるほど、これが竹の家一本目でございます。記念すべく、ね、今日30本買ってきてるからあれを2つ割りにするから60本できることです。これが60本、はい、60本、はい、頑張りますじゃんけんしますはい、これ竹の家一本目完成でございます。まだまだ先は長いです。あ、もう5時やね。もう時刻は5時ということで、本日の作業は終わらせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。